ボートレース福岡で熱い熱い戦いが続いています。 G1 福岡チャンピオンカップ開設64周年記念競争シリーズ3日目を締めくくる予選競争第12レースのメンバーが登場してきました。1号艇群馬の山崎智也、2号艇岡山の吉田拓郎、3号艇広島の辻栄造、4号艇香川の近江翔吾、5号艇群馬の久田俊幸、6号艇福岡の前田翔太。以上6名による対戦、本番も枠なりに作戦行動です。人気が集まっているのは1号艇の山崎智也です。準優入りへ向けまして1日早い勝負がけとなった一人です。1号艇山崎、前半レースは3着でした。この陰線ものにして白星を手にしたいところです。2コースには展示好タイム、足は上々の71号機を手にする2号艇の吉田拓郎が入ります。3コースには3号艇の辻栄造です。昨日から6コース戦が続いていますが、ここは3コースから挽回戦となりますでしょうか。4コース角に引っ張るのが4号艇の近江翔吾です。今日の前半5レースは1マークも2マークも果敢に握って1着ゴール、福岡で大いにアピールしています。5コースこちらはここまで3走すべて0台スタートから2着3着、5号艇久田俊幸、大外は前半まくり出して2勝目マーク、6号艇前田翔太。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。3号艇の辻がトップタイミングとなっています。その後は3コースからぐーっと出ていく3号艇辻、抵抗する1番、2番。それでもまくる3号艇の辻、小回りで1号艇の山崎、内に飛び込んで2号艇、6号艇。バック側3号艇の辻栄造が先頭です。スタートは前提正常でした。3コースからまくりました3号艇辻が先頭、2番手は6号艇前田、2号艇吉田、1号艇山崎接戦、さらに内側から5号艇久田、2マークトップで3号艇辻、続いて6号艇のうち5号艇の久田がやってくる、内側行って飛び込んだのは2号艇の吉田拓郎です。2番手は2号艇の吉田がさばきました。これで上位2艇は3番2番、その後ろ3番手は激しい接戦、1号艇山崎対5号艇の久田、外から6号艇の前田も追いかけています。2周目1マーク、3番2番止まって3番手1号艇の山崎の懐を刺していく6号艇の前田翔太、スピード出しから届くかどうか、3番手は1号艇山崎がキープです。その後ろでは1艇5番がアクシデントとなっています。現在上位3艇は3番2番1番でこれから2周にマークの旋回です。トップで回るのは3号艇の辻、2番手2号艇の吉田、3番手は1号艇の山崎が続いています。なお1マーク回ったところで5号艇の久田が転覆のため失格となりました。5艇が最終周回に入ります。先頭は3号艇の辻栄造です。3周1マークトップで回る3号艇の辻、2番手が2号艇の吉田拓郎、3番手は1号艇山崎智也、さらに後ろは6号艇前田翔太、4号艇近江翔吾となっています。上位の3艇は3番2番1番です。この3、2、1の組み合わせ、3連単の図 76.2 倍となっています。ラストターンマーク、先頭はトップスタートから攻めた3号艇の辻です。2番手2号艇吉田、1号艇山崎、3番手まもなくゴールとなります。3番五輪、2番五輪、1番五輪、6番五輪、4番五輪、なお5番の久田は転覆のため失格となりました。